ジュラオン、バ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 ジュラオン。時は今千年の呪縛は破られた。吹く風に突き上げろ自分のバジュラオン。蘇る理由さえ、正義の意味さえも、今は知らないお前だけれど、吠えろ前期前期、いつかで会う、きっと胸に刺さるような祈りを込めた瞳に、そうさ前期前期、その輝きこそ愛という無限の力だ。バジュラオン、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 バジュラオン。その昔、縁のおずぬに命を受けし赤き御法の寄進あり、その名を善鬼。善鬼混合の力にてこの世を跋扈せし魑魅魍魎どもを瞬く間に払い沈めたり、そして今この世に災い現れし時、無敵の鬼神善鬼は再び蘇らん。ふーた、帰っておいで。しょうがないやつだな。おい、もう一回だ、ふーた。あら、あ、これやめろ、ふーた、やめろったら。あれは、行くぞ、それ。よし、いいぞ、ふーた。こんにちは。え、ああ、隣のクラスの縁の千秋、河野ゆたかくんでしょ。元気殿、千秋がもうすぐ何か買ってきますぞ。そうわがまま言うてはなりませぬぞ。かわいいわね。ふーたは秋田犬なんだ。秋田犬っていうのは純真で飼い主にとても従順なんだ。あの有名な忠犬ハチ公も秋田犬なんだよ。でもふーたは今しつけてる犬の中ではあまり出来のいい犬じゃないんだ。フータだけじゃなくて他の犬も飼ってるんだ。それフータ、もう一回だ。ユタカ君、他の犬たちも見せてくれない？え？いいでしょ。ああ、いいよ、見たいんなら。やった。フータ、フータ、どこにいるんだ、フータ。フータ、どこにいたんだ。帰るぞ。これで4杯目じゃな。うん、な、に、お、こ、こ、な、な、なんじゃ、どうした。え、お茶が踊っとるわ。これは、うわぁ、ああ、何が起こったんじゃ。前期殿、油断なさるな。バ
さんに言われちゃ世話ねえや。全土曲がろじゃな、バズールの天地に宿りし精霊よ、我が式鬼となり敵心を葬りされ。来た。ちくしゃ、何者かが樹木の精霊を操っておる。お姉様どうしよう。千秋がおらん、前期殿が使い物にならんぞ。うるせえ、何があってもてめえだけは助けてやらねえからな。そんな、バカ者、樹海、この場自分の身は自分で守るのだ。はい。敵は千秋の留守を狙うてきているのかもしれんぞ。とすれば千秋もすでに襲われておるかもしれん。ボーラメ、年寄りはやることが回りくどいな。小娘の留守を狙い、同時姿の鬼神を襲うなど、臆病者のやることだ。あら、強気なこと。アンジュ、言葉に気をつけろよ。鬼神を倒すには一気火星に攻めるべきだと言っているだけだ。グレン、ことを急いではなりません。今はゴーラの成果を見届けるのです。はっ。イノシシを捕らえたくば、まずその足元を射るものよ、グレ。うわぁ、こんなにいろいろな犬を飼ってるの。それがウェルシュコーギ。そっちはシーズ。シベリアンハスキーやピレネー犬もいるよ。みんなかわいい。だろう。どうしたんだろう。怖がってる。どうしたのかな。お姉さんは怖くありませんよ。そうか、雷が近づいてきているのかもしれない。犬ってすごく雷を怖がるんだ。あ、ゆたかくん、ふーたが。え、あ、ふーた、ふーた、ふーた、どうしたんだ。どうした、ふーた、しっかりしろ、ふーた。一体どうしちゃったんだろう。口の中に何か入ってるみたいだ。ふーた、今取ってやるからな。どう？もう少しだ。よしいぞ。取れた。それは。ダメ！高田君、早くそれを捨てて、早く。うわー！おい、助けて！来ますぞ、前期殿。あ、お姉様、ここはわしが。ん、ラム八幡大菩薩か。見たか、わしだってやるときはやるぜ。じいさん、なかなかやるじゃねえか。ユタカ君、しっかりして。僕の大好きな犬。いけない。ユタカ君が犬のことを考えると、その欲望を糧にヒョウイの実が育っていくんだわ。一緒に、みんな僕と一緒に暮らすんだ、永久に。うわあ、ゆたかくん。ダメ！ゆたかくん、ふーた。死ね、女。
大姉様、情けない声を出すでない。出てきやがれ卑怯者。お前鬼殿、千秋が呼んだのじゃ。千秋の身にも何かが起こっておる。行くぞ次回。大姉様、もっと静かに呼べ。こいつが俺を呼んだわけか。よく聞いて、この憑依獣は私の学校の子が身につかれたの。その子の飼ってる犬たちも一緒になってるわ。お願い、なんとか殺さずに仕留めて。無茶言うな。そんな約束ができるわけねえだろ。そんなことより早く俺様の封印を解き上がれ。わかったわ。我の国の真の呪縛、奇獣の刃にて封じを断つ。ハジュバジュラオンアーク、減便せよ。何時前期前期、ここに減臨。お主何者じゃ。お初にお目にかかる。我はカルマ三者同士の一人、ゴウラ。カルマ、我らを縁の大角の末裔と知っての所業か。邪魔者は殺す、ただそれのみ。鬼神はどこだ。次回、こやつ一筋縄ではいかんぞ。分かっておるわい。ちょほ、我と戦うおつもりか。よかろう。ちょっと待ちな。おお、どちらのお方かの。お嬢ちゃんから俺の話は聞いているはずだ。邪気を払い悪を断つ影荒野の対魔師三木相馬。なんとそなたが影荒野の三木相馬。ふざけた真似してくれるじゃねえか。俺様はまだ昼飯食ってねえんだ。そろそろ腹ごしらえしねえとな。な、何のんきなこと。行くぜ、ばあさん。ナウマグさん、アンダーバザラダンカ。来るぞ。あっ、畜生。うぅ、できよ。俺の子供たちを甘く見るなよ。噛み切ってやる。
てめえ、よくも俺様の右腕を、うん、さあ今度はどこを食いちぎってほしい。前期大丈夫なの？前期お前が俺に命乞いした野郎の本性だ。よーく見ろ。今わかった。私は縁のおずぬの血を引く者、邪悪なる者は私自身で払ってみせる。火炎獣たっぷり礼をさせてもらうぜ。ランド、どうした？何？何が起こってるの？みんな、雷を恐れるのよ。憑依獣の中に取り込まれた犬たちが恐怖で憑依獣から逃れようとしているんだわ。フータ、くそ、やめろやめろ。あの犬コロども、ただ逃げ出そうとしてるんじゃねえ、奴を倒そうとしてるんだ。どうやらこの雷を呼んだのもあの犬コロたちらしいぜ。フータたちが、やめろ老人と青二歳はどうした？手も足も出ぬか。こりゃいい、誰かが雷を呼んでくれたらしいぜ。ジジイが見てろ。オンマリシエイソワカタイマー最高です。やったか。いや、取り逃がしたようじゃ。なんて野郎だ。雷の直撃を受けても大丈夫だってのか。
ああ、たかが昼飯一回食うのにとんだ騒ぎだったぜ。カルマ様、結果が出たようです。前期とあの小娘、やはり侮れません。カルマの子供たちよ、いよいよお前たちの力を結集する時が来たと暗黒神が告げておられます。三者同士の持てる力を全て束ね、今一度戦いに赴くのです。はっ。優しい笑顔、あ、見ていたら